船津文苑、または、船津文淵は、幕末に活躍した、谷文朝文化の絵師である。船津文淵とは、文化三連に幕僚としての武蔵国、足立群淵工僚上沼田村の有力農家に、生まれた、船津徳江門家元のことである。家督を相続する前には旧五郎を名乗っていた。船津家は上沼田村ほか、官営寺僚七家村をまとめる、村役人であった。 絵師、文人として活躍していた谷文長に絵を学び、文政9年に20歳で文知の画号を許された。縁は縁合料に由来するとされている。さらにサイアンという語も使っており、飲州に楽観に用いた印や蔵書印が残されている。飲州天保3年から10年にかけての注文簿には近隣の有力農家から扇子や襖、ま、 掛け軸などの絵の制作依頼が、次々と来ていることが記録されている。また、開永2年から安政3年9月に亡くなる、直前まで書かれた日記、最寄り雑記や、最寄り日記には、谷文一ら同門の人々との絵本の貸し借りや、訪問、小旅行など、絵師としての付き合いが記されている。この日記には、江戸近郊の有力農家としての農業生産に、関するものや、 さらには、安政2年の安政江戸自身に関する記述もある。文政13年に伊勢に旅をした時の記録、勢い修道の記も残されており、不津文淵が筆まめな人であったことがわかる。不津文淵、勢い修道の木文政13年文猿より1、世代前の下屋の三の体と呼ばれた、谷文長、坂井法一、亀田法斎、そして法一の絵の弟子である。 鈴木貴一らは親しく交流していた。これら江戸の根岸や下屋の文人と千住とを結んだのが、郊斎の妻の兄弟であった、千住の武部町長であった。文化12年には、坂川や小院ら、千住連と呼ばれる徘徊を中心とする文人たちが、彼らを招待して、有名な千住の酒合戦が行われた。大田南保も招待された。そのような流れの中で、 法一による江戸林パが鈴木その一の弟子の村越その日で高坂 F 夫らを中心とする千リ林パとして伝わってゆく。近年、谷文晁の門邸と鈴木木一ら法一の弟子たちとの間において技法やモチーフの交流があったのではという仮説が研究者の間で注目されてきた。2016年3月に足立区立郷土博物館で開催の 文化遺産調査特別展、美と知性の宝庫、あ立において、初めて公開された、金字着色式草花図小ブスマは、リンパのモチーフと文鳥の力強さの双方を合わせ持つ作品であり、上記の仮説が実証された。かつ、この絵の受注や制作の過程が、文部地の日記、再寄り雑記にも残されており、美術史的にも資料価値の高い作品である。 この展覧会には、この他にも、猛虎図などが展示されている。文部池は、下谷二町町にあった、文長の画塾、宇津山やに出入りしていた。文長の弟子文一とは親しく交流し、文一も文部池宅を訪問している。文長自身も文部池のために、天保八年に、波頭雲流図を描いている。船付けには、文部池が制作した粉本や模本が数多く、 残されている。天保11年に文晁が没すると、美し山老の所蔵であったと思われる多くの資料が、船津文筆に譲られたと考えられている。文晁が収集した伝法が網光悦三十六河川、や堺法一が光輪の画をまとめた作品集、光輪百図などが文符地に所蔵されている。多くの美術品が長い年月の中で、 最初の持ち主の手を離れ、転々としながら伝来してゆく中で、不津文淵屋の美術資料のようにまとまってその家に伝わり、美術品が制作された経緯もわかることは、美学美術史の研究の上で貴重なことである。不津文淵は、幕府の御用絵師のような職業絵師ではない。官営事業7家存の農業経営に責任ある、立場にあった。 名主という社会的地位も高く、共同体の中で、役割の重い船津徳江門絵元が、絵も描いていたことになる。京都の商人であり、絵を描いていた伊藤若忠の生き様とも似ている。船津家には、四書五経や、十八主略、投資千絵本などの漢石や、廃書がある。これらの天石の存在は、船津家に限らず、足立地区の有力農家や商人には共通の、 傾向であり、文化を支えた階層である。それは、鳥も直さず、文地に家を発注しこれを享受した家々である。明治の市民社会を最初に支えた人たちが、この中から出てくる。ありがとうございます。